証なのか、なんか何の価値もない情報なのかなと思いました。いやいやいや、これは価値ありますよ。こういう被害者がいっぱいいるんで、もう完全に慣れてるじゃないですか。はい、はい、でもしあれでしたら話せる範囲で どこまでの絡みがあったのかとか。ああ、はい、あの全然今、はい、リスナーさんの前で話しちゃってもいいですよ。あ、ぜひお願いします。はい、まず出会いはどうだったんですか。出会いは、というかなんかタイソンさんのインスタだけ僕がちょっとあのなんだろうフォローしてたっていうんですかね、結構昔に多分フォローしてたんで、はい、あんま覚えてないんですけど、フォローした時期も、はい、なんかたまたまストーリーズに上がってきて誰か曲作れる人募集みたいな。はいはいはい、はい、でまあ、あの僕別に作曲とか、はい、あのちょっとアウトロー界隈の人たちの曲も作ったりしてるので、作曲とか作詞とか。あ、そうなんですね。はい、それで、まあ、一応できますよっていう話をしたら、なんかまあ僕のちょっと曲とか聴いてくれたみたいで、すごい良かったです、ぜひお願いしますみたいな、はい、まあ、ちょっとじゃあ僕もあの時間空いてるんでいつ会えますかみたいな話をちょっとした時に、はい、新宿のどこどこでっていうような話で、はい、あのお会いして、はい、でまあその、まあ、音楽は僕本当にビジネスとして全くやってないんで、はいはい、あの多分朝もお話したと思うんですけど、はい、あの制御もちゃんと制御で会社あの自分の持ってるんで、はいはいはい、あのそのビジネスとしてはやってないんで、まあ、その誰かに作るときもお金とかってほとんど取ってないですって話をしたら、はいはい、あのまあ、お金ないんでちょっと助かりますみたいな感じで言われて。あ、でも普通お金ね、お礼とかでありますよね。僕もそうしてますけど、はい、そうですね、まあ、だから例えばまあ普通に制作するんだったらトータルで10万から15万とか取る人もいると思うんですけど、はい、まあ、僕はもう全然そういうのしないんで、はい、っていうので、ただ、はい、まあ、あのちょっとタイソンさんの不良というか、その不良でもないんですよ、周りの絡みとかが、はい、あの僕の知ってる先輩とかがいて、はい、ちょっとあんまりあの、あ、その今日朝お話した人じゃなくて、ちょっと大阪とか、はい、その、はいはいはい、関西の方の先輩とかがちょっとタイソンとかを絡むのをマジでやめた方がいいっていうような話をされて、はいはい、で、あの、まあ、分かりましたっていう話をして、まあ、僕はだから僕の名前とかも出さないし、僕も詩も、はい、あのとりあえず書かないから、はいはいはい、あと形代だけはこういう風にやったらいいんじゃないかって言って、はい、その作家をつなげてあげますっていう話をしたんですよ。なるほどですね、はい、あのだから僕自身が例えばクレジットであの、はい、作詞作曲でプレシャスがやってますみたいなのやあのじゃなくて、あの、はい、まあ、若手のつなげでトラックとか全ビート作ってもらってやってもらうみたいな、はい、なるほどですね。だいたい今2週間から1ヶ月ぐらいかかりますよって話したら、はい、その間に結構なんかちょこちょこ連絡が来てて、はい、であの電話ちょっとめんどくさかったんで出てなかったんですよね。はい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 、なんかでちょっと忙しい、まあ、仕事も普段結構忙しいんで、はい、あの出てないんでって話したら、はい、いやちょっとあの込み入った相談があったんで電話しましたって言われて、あ、まあ、これですね、結局電話番号教えてないんで LINE の電話が来てたんですけど、はい、はい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 、したらそのなんか金貸してくれみたいな感じ言われて、はい、まあ、結構あの正直聞きましたよ。まあ本当そうですよね。まあ、多分込み入った話がおこがましいんですかって来てるこの時点で多分ちょっと気づきましたよね。いや、まあ、あの大体そんな感じだろうなと思って、はい、でなんか、まあ、100万とか200万とか貸してくれって言われたら、はい、じゃあ何に使うんですかって逆に聞きたくなっちゃうんですけど、はいはい、そんな5万10万の世界でなんかもう、はい、超笑って失笑ですよね。なんか、まあ、本当ですよね。完全なる生活費でしょ、はい、みたいな、はい、間違いないです。なんかガールズバーとか、なんかそれで尾関さんの配信見たら、はい、ガールズバーがどうとかって話だったから、はい、ガールズバー5万10万じゃ無理だろみたいな犬引かれたって100万以上するぞと思って、はい、オープンするまでに、はい、なんか5万、なんかその5万10万、はい、なんか知らない、俺多分タイソンさんより年下なんですけど、はい、あのそんな5万10万貸してくれっていうなんか人にいい曲なんて書けるわけないじゃないですか。いや本当っすよね、心入んないですよね。あの それが例えば当人がタイソンさんが5万10万足りないけど、はい、今苦しいけど頑張ろうって曲を自分で書くんだったら分かるっすけど、はい、あ、なるほどですね、はい、5万10万ない人に対してなんか、はい、誰も書く気にならないしで、あのまあそのちょっとそういうなんかせかされる曲早くまだですかみたいな、せかされる曲多かったって、はいはい、それでここに繋がるわけですか。そうです、もうかからないとか、
自分はその音楽の前ではもう誰に対してもどんな不良でもヤンキーでも平等だし、はい、あの普通の子でももう真面目な子でも誰に対しても音楽の前では今まで平等な気持ちで向き合ってやってきてるから、はい、だから例えばビジネスでもない、例えばじゃあお金もらって100万もらったからこの音楽書いてくださいって言ってやってるわけでもないのに、はい、あの優先にはちょっとできないですみたいな話をしたら、はいはい、まああのなんか口の利き方気をつけろよみたいな、まああれですもんね、あのまあお金借りれなかったのもありますもんね。あのその、はい、影響は大きいですよね。口の利き方気をつけろよって言って、はい、まあ、LINE を見返してみたんですけど、別に口の利き方お前とか言ってるわけじゃないですし、はい、そうなんですよね、そうなんですよ。そう、多分だから、はい、あの政治とそのお金のなさと、まあ、人間ちょっとお金なくなると気持ちも気持ちくなるんで、はい、まあそうですよね、あのそういう感じだったんじゃないですかね。なるほどですね。なんかもう結構あれですよ。でなんかあの、まあ、全然あの、はい、もう曲作ってもらわなくていいみたいな感じ、ちょっとただこねた子供みたいになってて、はい、まあ俺ブロックしたわけじゃないのに、なんかいきなりブロックされました、はい、あ、まあ向こうからじゃあもうあのじゃあバイみたいな感じですね。いやでなんか LINE もその、はい、あの普通にインスタもブロックされて、はいはい、でこういうことをこうやって配信で大関さんも俺が声出していくじゃないですか、はい、そうするとまあブロック解いてきて、ブロックなんてしてねえよあいつが逃げてるだけだろってやるんでしょうけど、まああの、はい、そういうのもちょっと見えちゃうぐらい浅はかっすね、はい、なるほどですね、浅はかっす、はい、もう本当そうですよね。でも本当あのお金もし100歩譲って貸してたとして、そこからブロックじゃなくてよかったですね。いやまあでもあのなんか別にあの、はい、お金はなんかその稼げばまたあの仕事で自分も稼げばこういいだけじゃないか、はいはい、だけど、はい、ここやっぱり、まあ、僕じゃなくてなんかその情弱 なんか方々がもっと、はい、あのいやそうなんですよ、そう情弱な方々がそうやられるのがやっぱ嫌じゃないですか。いや本当そうなんです。プレジャーさんはあの全然あの怖がってないんで、そういう方たちじゃない人たちがいっぱいいるんですよ。そうですね、あの、はい、全く怖くないですね。だってあの、はい、別になんかその自分が不良だとか考えた、はい、周りでも散々この組織の名前出してきたんですよ、車の中で、はいはい、あ、そうなんですか。いや、散々なんかこの組織に繋がって、はい、この組織に繋がって、はい、みたいな、はい、散々出してきてたんですけど、はい、別になんかそんなの組織と繋がってるから何っていう、俺は、はいはいはい、感じで、別になんかそのできるもんだったらやってみた方がいいと思うし、はい、あの要は結局あれですよね、中学生が喧嘩の前になんか、はい、俺が誰々先輩と仲良くて、はい、お前だから俺のことやったらやべえかんなって言ってんのと一緒で、はいはいはい、何も怖くないですからね。まあそうですよね、本当そうなんですよ。大人になったら社会的信用の方がはるかに上ですから、はい、まあ、間違いないんですよ、そんなものより、はい、いや本当そうなんですよね、はい、間違い本当、はい、あのただだから僕も純粋にその音楽が好きで、はい、今まであの、はい、の方は純粋にこう音楽やってきてるだけなんで、はいはいはい、もう自分のこう歌とか聴いてもらって歌詞とか聴いてもらえれば分かると思うんですけど、はい、常にあのブレずにやってきてるんで15年間、はい、ただそれをなんかバカにされたような感じで俺腹が立ったっていうぐらいで、はいはいはい、あの別になんか俺のことなんか言ってくるのは別にいいんですけど、はい、例えば仕事とか音楽とか、はいはい、できたことに対してこうなんかね、あの傷つけられるのはもうあの、うん、ごめんですよね、こんな小物っていう言い方変ですけど、小物じゃないですか。いや本当ですよ、しかもあの無償でやるっていう話なのにお金まで無心してきて、それで最後はもう気分悪い口の利き方に気をつけるよなんて言われたら、たまったもんじゃないですよ。いや半端ないですよ、ね、半端じゃないですよ、この矛盾がもう半端じゃないですよ。このなんかどの立場で物言ってんのかちょっと分かんなかったですけど、はい、まあ僕別になんかそんな偉そうになるつもりはないんで、はいはい、本当こういうのに騙される情弱なあの、はい、方々を、はい、そうですね、もうゼロにしたいですからね。そうですね、なんか、はい、もう本当あのこんなブランド品なんかあの中学生の時やってたようなしのぎじゃないですか、こんなのガキのヤンキーが、まあ、そうですね、はい。で俺たちのやっぱり若い時とか大関さんとかもちょっと僕の上の世代なんで、はい、僕よりも、はいはい、あの多分あったと思うんですけど、やっぱり、はい、原宿でなんか偽物買ってきて、はいはい、に売りつけるとかやってたじゃないですか、はい、僕は分かんないですけど、それはやってないですか。はい、僕はやってないですけど、はい、結構小僧に売りつけたりとか、なんかそういうような、はい、あのもうしのぎのやり方ですよね。なんかその、はい、ラッパーを抱えて配信して売り上げ持っていくとかやばいですよね。その仕組みって何なんですかね。いや俺もだからそのどういうレーベルの名前がいいんですかって言われたから、はい、なんか3000
なんか喧嘩3000千杯とかだったら3000なんとかがいいんじゃないですかって言ったんですけど、ただ本当にそのまんま3000なんとかレベルってつけてるし。やばいっすね。でもこれ誰かとスパーリングしていっぱいしたらボスなんですかね。3000分の1レベルとかにしてくるんですか。あれなんですよ、これもうプレシャスさんしないんで大丈夫です。しないんで、3000戦は、3000戦無敗っていうの、3000戦無敗っていう、3000戦もしてないんですけど、もう誰でも言えるんで、はい。そうですよね。はい。例えば僕が、いや、3000戦無敗だよって、だってやってないもん、3000戦もんって。多分なんですけど、スト2とかで3000戦して無敗だったとかじゃないですか。いやいや、結構極めて。いや、スト2でも、いっぱいはするでしょう。あ、確かに。はい、だって、まあ、極めたんじゃないですか。はい。だからまあ、こういう感じでしたね。それもやっぱ好きなんですね。3000戦っていうのはやっぱ彼は気に入ってるんですね。まあでも確かに売り方としては、そのマーケティングとしては間違ってないと思うんですよ。はいはいはい。その要は例えばタイソンさんがこれ全部悪いかなっていうと、俺もなんかこれで今ディスりましたけど、はい、でも別になんかその何かが全部悪いっていうわけじゃなくて、最初にそうやって3000戦も入って売り出した売り出し方は、はい、インパクトもあるし、はい、この売るっていう意味では売れるんじゃないですか。はいはいはい。あとはその本人の行いとか、はい、そのっていうのが今こう積み重なってこうなっちゃっただけで、はい、まあ、タイソンさんも被害者なのかなとか正直思ったりとか、その売り出しか、はい、誰かにそう売り出されたって、はいはいはい、優しい方をすれば、はい、まあ、本当っすよね。完全性なんかしないじゃないですか。いや、まあそうなんですよね。まあ、それはみんな あれしてるんですけど、そうですね。はい。でも、まあ、でも今回本当良かったですよ、もうこうやってあれしてくれて。いやでも本当に普通に会ってる時はすごいいい人でしたよ。まあそれはそうでしょう、お金借りる前提ですから。悪い人ではないですよ。いやもちろんそれはもうそれでいい人じゃなかったらおかしいでしょ、はい、普通に。でも今日なんか LINE でも来るのかなと思って待ってます、はい、いや来ないです来ないです。なんかとりあえず俺にちょっとまあふざけんなよ、はい、大関さんの配信でみたいな。はい、いやないですないです。なんか来ればいいかなって、またなんか笑いのネタにしようかなって。いや、もう絶対ないんで、もしあったらぜひまたよろしくお願いします。いや、はい、もういいですよね。なんかでそれか明日動画でアンサーしてくるんじゃないですかね。いや俺は動画見てないんだけどねみたいな。はい、もう絶対見てますから今。間違いないです。はい、結構いいよな。でもまあ動画だけで食ってけてるんでしょうね。まあ食ってけてないからこういう感じなんじゃないですか。今必死なんじゃないですか。シコピーブランド売ったり何したりっていう、はい、だって基本的にそのブランド品って、はい、ああいうブランド品って要は実店舗ってないじゃないですか、うん、はい、だからそのああいうののこの売り方のスキームって、例えばじゃあ外人さんとか仲いいその売ってる人に、はい、偽物売ってる人に、じゃあこれ1万円だけど俺がちょっとタイソンブランドでじゃあ安くしますっつって1万3000円で売りますって、じゃあその加水の3000円俺にちょうだいねとか売れたら、はい、こういうやり方だと思うんですよね。なるほどですね。で、発送はそっちからお願いねみたいな。はいはいはい。極力そのよう発送する元のリスクとかも回避したりとか、はい、そういうやり方だと思うんですけどね。なるほどですね。はい。そう、僕はでもあれですよ。別に闇の人間ではないですね。いや、もちろんもちろん分かってます。はい、あれですけど。はい。本当、ぜひなんかまあ、はい、本当に動画でのコラボとか、なんかみんなの、はい、ルームみたいなとかあれば、ぜひ今度は普通に楽しんで。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。すみません、はい、ちょっと長々いや、とてもです。本日ありがとうございました。はい、こちらまた何かあればお願いします。